部活の先輩の説教呼び出し方が犬鈴木ちょっと来て来て来て聞くほど挨拶にうるさい今朝さああんた私に何って言ったか覚えてるおはようございますって言ったんだよ挨拶っておはようございますでしょおはようござい,、えー、いあんたんとこだこれおはざいまーおはざいまーでいいのえ、それで挨拶って認められてるんだ へぇーバカにしてんのマジで意味がわからない部活のしきたり昨日の下校の時に、うちの部活のしきたりルール破ったよね。入部の時に説明したと思うけど、うちの部活には代々決まりがあるわけ。学校のポロシャツえ。1年は絶対にボタンを開けちゃダメ。2年は上1個ボタン開けていい。3年はボタン2個開けていいっていう決まりがあるの知ってるよね昨日ボタン1個開けてたよねしきたりだから思ってもらわないと。 代々、うちの部活が守ってきた、しきたりが、なくなっちゃうから、しきたりだから、やめてんな。ねえ。ねえ。ねえ。なめて,んなって,聞いてんな、なん消えちゃやめたいならやめれませんやめてんだっやめていいよ。ふ、うん。別に、あたしらは困んないから。うん。あんたがいなくなったって、 私らにとっては別、どうでもいいことやめたいなら、やめれば。やめる?やめる。やめる?。やめたいって、ふざけたこと言ってくれーー。何を言っても許されない空間。悪いと思ってんの?。本当に悪いと思ってんだったらさ。 わかるあんたら一回一回食べれまこんな風にバーってちょっとしたら何からさ言ってんのだからこうやって言ってんの急に上で訴えかけてくるなんで今これはあんたに言うのかって言ったらあんたのためうちら引退する前はね伝えておったいことがあるから言ってんのうちらも怒りたくて怒ってるわけじゃないしあんたらのためを思って 今、こうやってちゃんと言っとかないともう、引退まで時間がないからーもうまでー、いいからじゃも時間がないからーだからー、マナーチェル後輩たちに残せるものは残しておきたからー私は思ってないけどー最近、一年マジで調子に乗ってるよねっ 正直私は全然思ってないし1年のことすごい可愛い人愛し大好きだけど副キャプテンのりさちゃんがそうやってめっちゃ裏でブチギれてたからだから気をつけた方がいいと思ううん調子乗ってるか思ってないけど副キャプテンのりさちゃんはめっちゃキレてたよっていう腹から気をつけた方がいいよっていう話過去の話めっちゃしてくるーうちら1年の時は挨拶1つするだけでも「おはようございます!」ぐらい声出してたよ 今の1年生さん「おはようございます」ぐらいじゃんうちらは先輩に挨拶するとき声出せってめっちゃ教わってたからちゃんとそれ守って「おはようございます」ぐらいは声出してただから今の私の音量を超えてこないうちはマジでうん調子乗ってるとしか思えないなめてんのなめてんの Nè